僕は個人的にはライコネン、とんでもなかったです。イギリスにいた時にフォーミュラルノーって言って、今で言ったら F4 ぐらいのカテゴリーですよ、うん、もう全戦全勝ぐらいしたの、トラブル以外は全部勝つみたいな。もう予選でドライでトップ、もちろんポール取るんだけど、2位に1秒とか差をつけちゃうの。何なんだこいつはっていう、1周目からもう全員置き去りなきゃ、でもう周回遅れにしてっちゃって優勝するみたいな。でもうアイスマンじゃん、だからもう楽勝みたいな感じで、もう表彰台とかも、で来年 F3 も行っちゃうんだろうなと、うん、っていう中で、じゃあ F3 初乗りで乗ってみるって、午前中パッと乗って、何周かして拓磨さんと同じタイム出して、で俺もう F3 分かったから帰るっつって帰りたくなかったそりゃとてつもなかったよ。すんげー。そしたら次の年蓋を開けてみたら、ザウバーでもう先制者のデビュー、いきなり F1 ですよ。もうとんでもない、だから高校野球からいきなりヤンキース行っちゃったみたいな